皆様こんにちは。はい、見ての通り髪の毛を切りました。インスタグラムとツイッターではもうアップしたんですけど、バッサリ切りました。で、ハイライトをもともと入れていて、全体もそうなんですけど、全体的にピンクを入れてもらって、ハイライトもくすんだピンクみたいな色になってます。今は結構パープルっぽい色になってるんですけど、はい、切っちゃいました。もう長くても伸ばしてはいたんですけど、痛みがひどすぎて、こうドライヤーを家でやってたら、もう下が毛だらけみたいな、切れ毛で毛だらけになっちゃって、で、自分の思い通りに負けないし、ってことで遊びに行くとかになってもすぐ結んじゃってたので、せっかく伸びても意味ないなと思って切ってもらいました。あー、もうすっきり、本当に、はい、もう大満足です。巻いてちょっと肩ぐらいなんですけど、これぐらいですね。で、前髪が今伸ばしてるんですけど、前髪が結構伸びてきたらもう少し切ろうかなとも思ってます。で、今つけてるリップはクラランスだっけの、このリップの赤をつけてます。リップオイルですね。で、カラコンはレビアのペールミラージュです。では早速、今日は私のお風呂場にある愛用してるものたちを紹介していきたいと思います。まずはクレンジングなんですけど、こちらです。ポンズクリアフェイスクリームクレンジング。あれ、バニラ粉じゃないのって思う方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私のお風呂が浴室乾燥付きのお風呂で、よく毎日使うんですけど、それだとバニラ粉のシャーベット状のが全て溶けてしまって、で、浴室乾燥終わって冷えたら固まるみたいな、すごい不衛生な感じで、ちょっとカビっぽくなっちゃうので、お風呂場には置いてなくて、あの、部屋に置いてあります。なので部屋でメイクを落としてからお風呂に入るようなので、はい、お風呂場には置いてないです。で、その代わりにこのポンズクリアフェイスクリームクレンジングを置いてるんですけど、これ視聴者の方にいただいて、で、メイク落としとマッサージとスキンケアができるってやつで、これを使うとすごい肌がしっとりします。あの、突っ張った感じがないので、これをお風呂に置いといて、あの、バニラ粉と交互に使ってます。で、こういうタイプのクリームタイプで、香りもすごいいい香りがして使ってます。ありがとうございます。あとはこれも同じ視聴者の方にいただいたんですけど、ナチュラルアクアジェルってやつです。これ、あの、ピーリング、肌の角質をこうポロ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 落とすやつで、週2回使ってるんですけど、ワンプッシュ取ってこうマッサージするってやつで、少しアルコール臭みたいのはするんですけど、これを使うと本当に肌のザラつきとかゴワつきが一切なくなって、すごい肌の調子が良くなるので、これ週2回ぐらい使ってます。はい、お風呂で湯船に浸かりながら、私はこうポロ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 やってから流して洗うっていう感じにしてます。これも愛用してます。はい、でもスクラブ系からいくと、今はこれを使ってます。アルバボタニカのハワイアンボディスクラブってやつ。これアイハーブで買えるやつなんですけど、シーソルトで、香りはグレープフルーツみたいな香りがするんですけど、結構これは粗めです。塩が結構大きめで、痛いって感じる方もいるかもしれないので、それは本当に、あの、好き嫌いあると思うんですけど、結構固めで、なので肘とか膝とかかかととかを結構私は念入りにやってます。はい、で、まあ、このサボンみたいな感じで、こう油っていうかオイルが入ってて、オイルに浸ってるって感じなので、浴室が結構ベタベタになるので、これを使い切ったら私はリピはないです。で、洗顔はこれです。前も使い切りで紹介したんですけど、この韓国の Q10 のラッキーバッグに入ってたやつの2本目です。これも、まあ、使用感とかは前にも言ったんですけど、ローズの香りが強すぎて苦手な方いると思います。私もあんまりこれは気に入ってないので、これ使い切ったら別のを使いたいと思います。で、洗顔じゃない、ボディーソープはこれです。ラックスのホワイトチャームってやつかな。うん、これを使ってます。彼のお母さんからいただいたもので、ちょうどしかも前のが切れたタイミングでいただいたので、これを使ってます。香りがすっごい
爽やかな香りで大好きです。でこれも引っ張るっていう感じはないので、乾燥肌の私も安心して使えるものです。はい、これも気に入ってます。でシャンプーリンスを、前までアルバボタニカで揃えてたんですけど、ちょっと違うのを使ってみたいなと思って市販のものにしてます。試供品使ってみてすごい良かった、ハローバターっていうやつのモイスト&グロスっていう方、確かなんだっけ、ダメージヘア用だった気がします。2種類あるんですよこれ。匂いも2種類で違うんですけど、これの香りがハワイアンシャイニーブロッサムの香りっていう、ちょっとよくわかんないんですけど、何より香りが良すぎてこれは使ってます。ただノンシリコン特有のシャンプーをした後はすっごい髪がきしみます。なのでそれが嫌いな人は向いてないんですけど、ただこれをやってからきしんだなと思った時に、同じ種類のアハロバターのヘアパック、ヘアマスクをたっぷり塗って5分とか置いた後にこれで流してからこれを使って流すとサラッサラです。で私の大好きなこの香りが本当に好きで、ハワイアンシャイニーブロッサム、ちょっとこっからは香りまだ出てこないですね。まだ、あ、ちょっと、うん、いい匂い。ブロッサムなんか、うん、桜ではないんですけど、でも本当にいろんな自然の植物成分がたくさん入ってます。オイルもたくさん入ってて、ドラッグストアで買えます。はい、こんな感じで今日はお風呂場に置いてある私のお気に入りアイテム、お気に入りアイテムっていうか毎日使ってるアイテムですね。結構ね、ブルームボックスとか入ってるものをたくさん使ってるので、お気に入りとは限らないんですけど、毎日使ってるものの紹介でした。シャンプーとか香りが本当におすすめなので、ぜひ参考になれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。ハロバターっていうやつの、おぶろぶろぶろ、こう、アハロバターっていうやつ。